キリした？キリしたね。お風呂入れよっていい？今？まだいっか。うん。さっき寝てたしね。切る寸前に。切る寸前。SY が出てこなくなった。SY が。髪の毛が治んない。ママがエクステつけたから、うん、髪の毛がいっぱい手についてる。怖いんですけど、なっちゃってる。ガルガル気ですね。一位か。冷蔵庫で冷やしていたからな。あのね、ルイージ稼げるからエミ太郎帰ってほしくないんだろうな。なんかお前ら詐欺師だなって言ってる人らいるでしょ。一番詐欺されてんの俺だからね。エミリさんがいると俺ずっとほとんどエミリさんの枠だから稼げないし、ご飯も全部払ってくれる。でご飯もずっと払ってね、タクシー代とかはちょっとお金がなかったから5000円中3000円はエミリさんに払ってもらったけど、それ以外はほとんど払ってて、一番詐欺されてるの俺だからな。さっきのウーバーは自分で払ったけど、優しい。一番の詐欺されてるのは俺だからな。毎月来たくなっちゃうね。毎月来させようと思ってやってんだよ。いやいやいや、俺ポージーと一緒に旅出るから、もうこの家に、この家に帰ってこないから。じゃあこの家うち行っていい？ダメだよ。元嫁ですっつって。誰言うんだよ。大家さんってこと？誰か来たら。本当に旅行くの？ポージは旅出る、全国。まずは北海道から。誰にガルガルしてんのそれ。誰かいるってこと？これ見て、怖いんだけど。シックスセンスってこと？誰か、誰にガルガルしてんの？旅出ること起こってんの。旅に出るの？だってここにいたらエミリさん来ちゃうでしょ。もう家覚えちゃって。じゃあうちも旅行く。深夜ちょっとあのマラソンでもしてろよ。深夜ちょっとルイジ頑張りよるのにいろいろ言うの。どこに書いてあった？なんて、ルイジなんて。ルイージ頑張りよるのにいろいろ言うな。家族やけん別にいいや。どっちの味方？俺が味方されたんだよね。髪切れだけの問題だけでお二人は夫婦だよ。三田もついていこうよ。ついていく。もう分かった。式野鳥復活は知ってるよ。おめでとうございます。ゆかもしつこい時あるよな、ずっと。そうなの？うん。ああ、しつこい人ミュートされるよ、うん、あっちの枠見てくれる。なんかやっぱ他枠の誘導って一番ね、なんかそっち見とけばってなるよね。はははぁ、うん、見て見て、みんな油すごい。これね、見て、ドロドロになった。ブイゼリー。
だから言っただろ、一口目でも脂っこうと思ったもんね。これこうして捨てる？いやいや俺飲むから。あーいやもう入れちゃった。飲むのこれ、はい、うん、あったかくして、はい、うん、あいいよもう、いいよ捨てるか、捨てる。温めたトロトロなの、うん、めっちゃ怖かったよ。当たり前当たり前、見せたくない。うん、うん、あのフォローしてる人とかフォロワー、あそれはそ、うん、後で教えて。絶対鍵かけないと恥ずかしいよ。教えて。女の子しかフォロー返してないから恥ずかしいよ。ブーキブーキバンバン。でも一番好きなのはエミでしょ。そんなわけないじゃない。仲良くなっちゃった。そんなわけないよ、登れんのよ。お前に言われたくない、怪しくないだろ。絶対お前だけはフォローしないからでしょ。母親目線で見てどう思うの？ん？母親目線で。うちが？最悪でしょ。最悪と思って見てんのみんな。母親目線で見て、これ最悪だな。なんかどうなんだろうね、なんか。いや、止めてないよ。1ミリも止めてない。よくない？いつでも会えるんだから。いつでも会えないじゃん。いつでも会えるよ。じゃあ、しあさってから来ていいの？ 3 ヶ月に1回くらいでよくないですか？あんまり優しく し続けると疲れちゃうよ。優しくするのにも体力がいるでしょ。うん、優しくなるべくしてあげてたいから。これ毎日やったら疲れちゃうと思わない？わかんない。ビビタルに何かが見えてると思う。子供ってね、の頃にしか見えない。ルル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 、素敵な世界ってあるよね、歌。わ、知らないから。子供の頃にしか、私が訪れるみたいな不思議な出会い。ちょっとわかんない。誰か歌歌詞知ってる人いますか？隣のトトロ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 、子供の頃にしかあなたに訪れる不思議な出会い。あ、そうなんだ。本当にそれがそうなった。子供の時にだけあなたに訪れる。ちょ、トトロ信じてたもん、子供の頃。お風呂の準備だけにしとかんと気が済まんの。黒川ハイさんの隣誰だっけ住んでたの？サイモン。隣のサイモン、サイモン嫌い、サイモン、サイモン、うざい。スーツケースの姉ちゃん愛用して、そして再び出会ったよ。奥さんありがとう。サイモンの奥さんめっちゃ使ってるからね、うん、近辺で。うちのコンビニに行くときにもスーツケース、そう、どこにでもサイモンの。で、エミリさんがそれを見ると、あ、うちのって指さすの。マジ隠し撮りしてたから。パシャって。多分どっかにあるよ、写真。まあね、使ってくれるのはなんかまあまあまあ悪い気はしないけど。
すごい愛用してくれて。めっちゃお気に入ったから。ね。うん。いや、パクられたんじゃない。エミリさんが、あの、新やっちょん家に一泊しに行ったから、俺が怒って捨てた。どうぞどうぞとか言ったんだろ？うん。まあ、捨てたものだから。マジ外国人ってダメつよ。ありがとう、人もありがとう。今、ルイージリスナーチャンスですよ、今。あの、ミルク作りに行ったんで、ルイージリスナーチャンスですよ。ミルクお風呂の後でいいんす。あ、パチブクさん、ありがとうございます。あっ、君ありがとう。エミリさんがいなくなると俺に飛ぶから。枠からずれる。ボンバイエ、ボンバイエって。ありがとう、もこさん。まあでもね、ほんと、うちの枠ばっかりで申し訳ない。ルイジさん。そんなことないよ。そんなことないよ。朝配信だけ絶対邪魔しなきゃならね。朝ですら、ね、かぶせてくるから怖いな。なんだよ。ゆみたろ実家嫌いなの？おばあちゃんが嫌いなだけで、たぶん。ちょ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 。好きも嫌いもない。ただの家って感じ。あ、みわさん誕生日ってこと？違う。違うみわ。誕生日の歌歌ってんし。Happy birthday to you.To you.Happy birthday to you.To you.Happy birthday, dear みわさん。みわ。Happy birthday, みわさん。おめでとう。ちょっといっぱいお水飲んどこ。おそわ振る。人気店なんだろうな。髪の毛切ってないよ。エミリーさん、コーラック落ちてる。ああそこにあったんだ。捨てといていいよ。踊れたい焼きくん。福岡じゃないです。どういうこと？ワッフル配達員が食っちゃう。マジで？そんなことしたらうち顔とあれ晒すよ、ツイートで。エミリさんなんかツイッターで晒すのが好きだよね、人のこと。すごい怖い、その癖。で、すぐ消す。でもそんなことされたらね、晒すでしょ。その癖あんまり良くないからね。自分だってさ、うちのさ、過去の彼氏のことみんな晒したじゃん。写真付きで。絶対晒してない。そんなツイートしたことない。したよ。したことない。エミの携帯で。絶対しない。したよ。三人の顔載せたからね。な、出したことあったっけ？見たよね。晒したんだ。で、なんか2回ホテルに行ったんだよ。なんかお、リスナーさん男の人と会うっつって。で、何丸何号室ですって、そのリスナーさんに言っとって、したらピンポンって来たんよ。ホテルに。そしたらルイージやったんよ。で、お前携帯貸せっつって。トイレに引きこもって、その人に電話してんの。そういうこともあった。絶対嘘。絶対そんな俺ひどいことしないね。忘れすぎやろ。過去のこと。本当にそれ俺なのかなと思うくらい。覚えてる？うちがリスナーさんと会うんだ、みたいな。ね。本当に来てたんだよ、その人。その人あれでしょ？俺その日俺姫ちゃんとご飯食ってたやつでしょ？そこは分からない。なんで俺のところ。俺が多分女の子とご飯食べてて。姫ちゃんはあれじゃん。
マサルくんじゃなくて、あの人だよ。中国人の。せいじさんと一回言う。落ちてない、布団落ちてない。マサルくんだっけ。マサルくんって誰だかわかんない。誰だっけ。そもそもマサルがわかんない。姫香ちゃんじゃない。あの、TikTok に関係ない。誰だっけ、マサルくんじゃなくて。みわさん、ありがとう。おしゃべりの人。マルコさんだ。そう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 。間違いだった。マルコさん、未だに話題出してるらしいからね、俺らのこと。マルコさん。関わりたくない。姫ちゃんとご飯の時はマルさんだったよ。マルコさん。うん、多分その人ともご飯の時も姫ちゃんだったと思う。配信しながら多分ご飯食ってたでしょ、あの。ああだろ、それで家出てたんだろ。やばいよね、こいつ。袋落ちた。紐危ない。ああね。食べてる。紐は危ない。うん。あ、ありがとう。アスペルガーって何？お尻痛い。こっち座ろう、こっち二人で。うん。子供、ジブリみたい。いや、いい。千と千尋の神隠し。エミリさんさ、ね、もう半年前とかさ、1年前ぐらいに、一緒にまだいた時に、ね、なんか見たあの映画を、今更二人で見てんだよ。全然見る気しなくて、もうちょっといい映画見たいね。でもさ、お互い寝るじゃん。うん、つまらなくてね。一年前に一緒に見た映画をまた再放送して見てんの。あれ面白かったね。アンジェリーナ・ジョリーの子。プシャーン！いろんな人が出てくるやつ。アンジェリーナ・ジョリーのいろんな人が出てくるやつ。マーベルの。あーね。あれ面白かったわ、ね。名前すら覚えてないけど。あれおもろかったわ。みんなスーパーヒーローみたいなやつ。そうそうそう。精神科甘く見てたら痛い目に遭うからね。ん？精神科舐めんじゃねえよって言われてるわ。まあでもその11日に行った時に、明日とりあえず電話して、11日にまた再び予約取るよ。うちの問題だし、うん、なんか心配してくれてありがたいけど。舐めてんの？って思っちゃうよね。心配してる人からしたら。あ、コウキありがとうございます。わおー、タオタオさんありがとう。タオタオさんありがとう。わおー。開き直るしかない。落ち込んでても余計精神悪くなるからさ。まあ。なんだろうね、相談したいのかな。何を？薬が欲しいのか、それとも、なんか相談したいのか、ね、精神科って。お話するだけ。でも10分ぐらい経ってたよ。へぇー。たかが10分だよ。どうですかみたいな。薬いりますかみたいな。減らしますみたいな。はい、さよならみたいな感じになるな。10分ぐらいって言ってた。で、めっちゃ待たされるから、それだけ覚悟しといてください。まあ、しか発音できないね、ほぼ、むしろ。ん？まあね。まの発音いいなって。まか赤。キャーか。目が悪いんだよ。大魔王さんも精神科行くの言ってんの。わしもたまにサボるけんの、つって。大魔王さんも精神疾患持ってるの？みんなね、一生懸命なんだよ。最初はまあ、パワー難しい。いや、確かに。頭かい。行くかよ。ちょっと、目が見えない。顔つきとかでわかるのよ、何が。エミリさんでも結構顔に出やすいよね。うん、何やってても。ちなみに、安定剤飲んでるから。今？一錠だけ。今っていうか、ちょっとまったりしてるもんね。うん、カーコン取っちゃった。目が痛くて。あ、マジムさんありがとうございます。
なんかね、なんか生活習慣が合わないんだよね。エミリさんが眠くなってくると俺目覚めて、俺が眠いときエミリさん目覚ますんだよ。そうだよ、手首にルイージって入ってる。いいなぁ。福岡は帰るって言うからギフトだめたのに帰ってんのがっかりだよ。まあ、いつか帰るからね。帰るって。なんで福岡帰るからギフト投げるの？新幹線代くれるってことだよ。優しいんだよ。でもなんかあげたのに、みたいな。丸ボール作ってね、丸ボール。してやったのに、みたいな。人間性が、うん。別に楽しめばいいんじゃないの？こいつやべえ、みたいな思いながら。いや、でも、エミリー、その気持ちはわかるよ。その気持ちわかるよ。俺もね、エミリーさん今日帰るんだと思って、ね、カラオケを出したり、ね、なんかご飯でもね、美味しいものを食べさせてあげたりとか思ったのに、あ、明日もいるんだ、エミリーさん。ってなっちゃうよ。ね、わかりますよね、その気持ちは。まだいるの？エミリーさん。ね。っていう気持ちよね。そう、でも、そう、新幹線代は結局、いつかは使うから、そのお金。新幹線代。なんか、くぐってる。ごめんよ。パク。パク。お風呂入るからね、ってパッパと。やっぱ身長が伸びてんだろうね。ぴょん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 。みんなは飲めない。俺が飲みたいくらいだよ。なんか最近なんかね、ベビ太郎が気になって寝れない時多いよね、ほんと。みやさみさん、ありがとう。ありがとうございます。ブルガン、ひめあさみさん、ひめあさみさん、アラブの石油、ビルゲイツ、ソフトバンク、ひめあさみさんがいないとやっていけない。あ、マジムさん、ありがとうございます。マジムさん、ありがとうございます。わおー、猫だった。ついてん、お伝えした胸で来るさ、早く帰って。顔をアイコンにしてから言ってくんない？ルイタン呼びってことは、もう。ケンジだから。ケンジくんだから。じゃあ、ケンジキューンだから。雑談たぬきでは。ケンジキューン、キューンって書いてるから。ケンジくんだから。ケンジキューンって書いてるから。うるせや。ラブおめえのが怖いからな、マジで。ケンジはどんな感じ？いいよ、言わなくて。怖えよ、俺の。そういうの聞かれんの。タトゥー見せてとかよ、ケンジはどんな感じとか。でも、ラブちゃんもうち、元彼の監視してるときにラブちゃん結構カマかけてたよね。うさまに？うん。なんかありがとう。今度楽しみにしてるね、みたいなこと書いてあったみたい。怖いよ、こいつなんか。見ちゃった。ラブってアラブじゃないの、多分。確かに大変ですよ、ほんと。全部嘘、お前は。あ、そういう意味なんだ、それ。そう、なんか変換、変な風に変換されるね。ワッフル遅くない？事故ってるよね、絶対ね。わかんない、なんか道迷ってない。怪我だらけで来んじゃない、ワッフル。もうワッフル、いや多分アラブが多分このラブなんですよ。俺一回なんか LINE 交換したことあるんだよね。多分こんな顔だったと思う。多分アラブ。
マジ？うん、ラブがアラブ。アラブなの？うん。違うよ、だって。でもコメントの仕方一緒でしょ？なんかこういう。別に。嘘。注文できてる。あの、宅配が遅れてますってのが出てた。呼んでないっすよ、ね。違う。呼んでないっすよ。あの、大魔王さんのことは俺ら Uber って呼んでないんで大丈夫です。食べてない。大魔王さんごめんなさい。今日が最後の日って言って。ほら、また来た通知。お届け先、向かってます。最後って言ったからごちそうになったのに、大魔王さんごめんなさい。これまだパート1なんで、パート2明日あるんで、大魔王さん明日もウーバーお願いします。バラお願いします。うどんでいいです。いや、いいですって。言い方がなんか舐めてるよね。うどんがいいですならわかるけど、うどんでいいです。なんで？なんで？わかんない。ハラスメント。俺が言っちゃったからなんか。なんて。わかんない。タイトルが重要でしょうが。なんかあんまり TikTok タイトルは弱いっすね。いるうん、ベビーベッドから脱走しようとして。どうしたみー、ルイージの話がしたいって。上がってこいよ、みんな。ゲストに上がってこいよ、話したいって人は、話したい。レオタ。警告来た、なぜか。あげて、だって。みー、いいよ、みー。上がっておいで、みー。これか？銀太郎、男怖い。どうした？みー。あ、こんばんは。こんばんは。いつも見てます。ありがとうございます。あ、えみ太郎ちゃん応援してます。ありがとうございます。落としますね。え、違う違う、聞いて。え、で、ね、なんか配信見ててすごい思うんですけど。うん、あ、なんか急にタメ口とかやめてね。いや、すいません。配信見てて思うんですけど、なんか、ルイジ君、昨日。3年3、年いくつ？35です。うん、俺38だから。あ、すいません。うん、で、はい。3付けね。はい。で、ルイジさんが、なんか、エミ太郎ちゃんとエルちゃんが帰って、エミリさんです、ね、なんか、エミ太郎ちゃんってなんか仲良しみたいな友達じゃないんだから。エミさん、帰れば、うん、俺もゆっくりしたいよ、みたいな。ことを言ってたと思うんですけど。ああ、なんか、みーさんもう落ちていいかなそろそろ。なんか。いや、ちょっと。いや、もう嫌な予感しかしない。もういや、だから言わせてほしいんですよ。エミリちゃん、エミリさん、シングルマザーで頑張ってて、で、まあ、配信だけしか見てないからわかんないけど、ルイージさんもあくまでも父親なのに、そんなエミリさんが帰って自由に、俺はしたいんだっていうのは、エルちゃんに対しても失礼だし、エミリちゃんも、かわいそうだなって思うから、お父さんならもっともっとやってあげればいいのにみたいな、今できてるんだからって思うんですよね。なんかちなみにミーさんシングルマザーでしょ。あ、そうですそうです。でももううちの子大きいんで。入れない入れない、一緒に入れない、お前とは結婚できないわ。ふざけんなバカ。無理だ無理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 。でも優しい。あれは無理無理無理、こんなキー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 言われたら旦那逃げちゃうよ、無理無理無理。優しい。まったりしてくんないと。ミーさんありがとう、嬉しいです。怖いわ、ほんと。嬉しいです。なにこれ。上がってきちゃった、これ。社長が。社長。うちの社長が。社長こんばんは。こんばんは。もしもし？もしもし？僕もちょっと苦情を言わせてもらってもいいですかね。あー、でも、ちょっとエルちゃん見せて。エルちゃんね、エルちゃん。うんうん、あー、かわいいね。おじいちゃんだよ。こんにちは。あ、かわいい。かわいいね。あ、ほら、おっかいくれよ。かわいいじゃん。あんまテンション上げるとうるさくなっちゃうんで、すみません。ねえ。それだけ。あ、見たいだけですか？あとで、写真いくらでも送るんで。いや、いらないです。1枚1万円で、送るんで。なんかすごい怒ったじゃん。うん、それ。
怒ってたじゃん、さっきの人。あ、さっきの人ですか。ふざけんなよ。振り際ちょっとやばかったですね。あれが多分ほとんどのエミリさんのリスナーなんだろうなって。ああ、そういうこと。伝わりますね。いや、嬉しかった。うん、怖かった。だから、これがミーさんだとするじゃん、さっきの、ね、さっきの人。ルイジ、ね、失礼だよ、みたいな。近くにいたらこうしてたね、こう、丸ボロクをかかせて。あのさ、はい。配信ってさ、一番近い存在なんよ。わかります？だからさ、エミリちゃんとか、ルイジ君とか、行っちゃうんよ。はい。この、ね、なんか、流れで。いや、全然良かったんですけど、なんか、うん、一番最初の入り方から、あ、敵っぽいなって、なんか。危険を察知したわけ、それ。なんか、エミタロちゃんのこと応援してるんですけど、みたいな、こう言ってきた瞬間、あ、敵だな。そうなんだ。面白いね。これがルイジ枠だったら、多分うち、うわーって言われてる。早く帰れよ、みたいな。早く帰れ。逆に言います、誰か、エミリさんに言ってやりたいって人。やめてよ。いや、別に、言いたいことはないけど。ダイモンさん。え？ずっと。ダイモンさん、言うことないんですか？あゆさん、ありがとう。言うことは、てめえ、酒飲むなよ。それだけ。なんか、おじさんになっちゃったね。優しくなっちゃったね。これを言われる覚悟してたから。そういうこと。でも、でも、うん、ね、覚悟してるのに、ね、飲んでるってことは舐めてんだよね、多分。いや、舐めてはない。うん、だから、ダイモンさんは、うちの体のこと本当に心配してくれて、自爆でもそうやって話してくれてるから、うん、本当にダイモンさんに感謝してるんだけど、うん、やっぱ自分の意思の、だけど、今日、だけど今日、これ美味しいな。朝日スーパードライ502缶とハイボール。舐めてんだよ。舐めてますよね。コメントにあった。いつの間にかね、501巻とかからね、いつの間にかどん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 って。ねえ、これ羽織ってるもしかして。いや、違います。ベビ太郎が暴れてるっすね。いや、羽織ってないか。なんかさ、音がちっちゃくなる。僕が喋ったら。こっちは普通です。聞こえますね。マジで。はい、マジで。うん、ちょっとバグってんから、これ。あ、カーラータイムが鳴り始めたから僕仕事行っちゃうわ。あ、今ピッポピッポ言ってる人はもう、そろそろ地球におられんから僕。ウルトラマンってこと？今どこか戦ってるの？そう、戦ってるの今。行かなきゃいけないから。行ってらっしゃい。じゃあ、シュワッチ。また、落としてね。はい、落としてね。落とし方わかんない。ありがとうございました。ちょっとお風呂入れようか。あ、お風呂のお湯をね。うん、うん、いい？わかったよ。ワッフル遅う。これワッフルのかね、これワッフル。3人で入ろうかね。狭いけどね、いいんじゃないか。で、なに？ナイスさん、ナイスさんがなんか呼んでたって？ナイスさん、ナイスさんとこ行く？加藤さんいないからダメ。いや、いないと思うよ。明日来るんだと思うよ。今日はいないよな、多分。もうベビタは元気が良すぎるよ。何でしょう。いや、多分明日か明後日に帰るんじゃない。ナイスさんって配信やめるって、1年のうちの365日中、うるさい。200日ぐらい言ってるから。200日ぐらいナイスさん配信やめるって言ってるから。ボディーソープがない。
また水入れてシャバシャバにする。週に2回か3回ぐらい行ってるから配信やめます。配信あれが本当の詐欺師だよ、みんなね。福岡帰るとか帰らないとかじゃなくて、あなたに落とすれる、うん、おまかくんって誰？おまか海賊だよね、うん、あ、来たピカ来た。不思議な出会い、クロロクロロ、おまかは来たピ、おまか、うん、おんまかが来たっていう別名。えみさんも頑張ってるし、エルタンめっちゃ可愛いのに。兄さんミュートしていい？もうこれさっきの電話のやつだろ。離れて生活できる。ルイジさんが嫌だ。まあね、ねえ、でも。あ、俺もしかしたらミー、俺の服でも結構書いてるからブロックしたとかなんかあれじゃない？なんかミーってなんかずっとこうピーチクパーチク言ってるやつだと思うわ。キタピも部屋政治で浄化とかするんだ。キタピとうち気が合いそうなんだよね。なんかコラボした時も、おーエミ太郎みたいな。いや、なんかキタピも誰にでもツインレイって言ってる。尾藤さんにも俺たちツインレイだよなって言ってたから。え、スピーチャリストなの、うん、なんかね、コラボで話した時ね、うちなんか、あ、この人なんか、好きって思ったもん。誰にでもあの言ってるよね、なんか。え、キタピ浄化系なんだ。ベビタロは犬になりたいのか？誰か伝えといて、エミタロも浄化系って。不思議くんなんだ。波動とか言ってんの。あ、でもちょっと、こっち系するのはちょっと危ない方に行くのは心配だね。あ、大丈夫。そっち系は危なくない。あんま悪いことはしなさそう。言霊いつも気にしてたの。素敵な人やん。キタピ国作るって言った。国って作れるの？あと、キタピ、ギャルって、筋肉ある人好きだよね。俺筋トレしとくからギャル誰か紹介してって言ってた。でも細くね。うん、ガリガリだけど。ギャルって言えば筋肉でしょ。俺筋トレするから誰かギャル紹介してって言われた。うち筋肉嫌い。エミさんギャルじゃないから大丈夫。だけど筋肉うち嫌い。ポチャがいい。なんか、ゆっちゃんもギャルじゃなくて。みんなさ、おまかの人ってゆちゃんを押すじゃん。なんか誰だっけ、ともやつはゆちゃんが好き、ザッキーはゆちゃんが好き、ね、キタピはゆちゃんが好きって。すんごいゆちゃんを押すけどさ、あれ、みんなゆちゃんになるよね、絶対。キタピ昨日エミ太郎に会えて、うちも会ってみたい。だってさ、おまか海賊団ってさ、神アユとクロロしかいないんだよ、他のメンバー。ユちゃんに対抗馬が、クロロと神アユなんだよ。もうそしたらユちゃんしかいなくない？その戦いだったら。すごい、見て、バースデーケーキみたい、箱。そしたらみんなユちゃんしかいないよね。もう甘い匂いがする。吐きそう。この時間にお腹いっぱいで、いいよ、開けてやれと。ウーバーの人ってさ、絶対こぼさないようにめっちゃきつく縛るんだよ、この袋。いつも開けるの。わかるわかる。開けるの手間取るんだよ。綺麗に開けようとしちゃダメだよ、ウーバーは。かわいいし。505ワッフルってとこのお店。オレオの、オレオワッフル。男とか言わないの。わー！ワッフー！
ちょっと。すごい美味しそうなんだけど。見て。オレオのワッフル。ちゃんと2等分だ。あ、そうでもなかった。ふわふわしかも。見て。食べよう。じゃあ、一緒にあーって食べないの。せーのでいくよ。せーの。おいしい。おいしいすごく待ってめっちゃおいしい。まずワッフルがふわふわしてる。生クリームでしょ、チョコクリームでしょ、でオレオとチョコの破片、ほら、すごいおいしい。めっちゃおいしい。ここはやばい。スクショタイム行くよ、みんな。なんで俺に食べさせんで。一緒に食べよう。せーのでね。せーの。おいしい、すごい。幸せ。ん？何？見て見て。俺のとこ食べてみ。せーの。あ、おいしい、甘い。幸せだ。ああ。ほら、俺を。あっ。寝る。いつ食べようね、4歳ぐらいになったら。やだーって。太りたくない。いっぱい食べさせてあげる。あ、エルは。何でも買ってあげるし、何でも食べさせる。あんまり泣かさないじゃん、あんまり。目腫れてないよ。多分安定剤飲んでるから目が座ってんのかもしんない。ちょっとね、あれだね、ちょっとまったりしてるね、顔が。出た。今日たまたま見たんだよ。カフェとかいいよねって。あの、Tinderやってる人で、カフェ巡りって書いてる男って大体怪しいって言ってた。うん、男でカフェ巡りしてるやつ見たことないって。でも男の人って甘党多いんだよ。お母さんが言ってた。まあお母さんの言うこと全部信じんなよ、なんでも。だってお母さんなの。マッキーマンが言うことは本当怪しいぞ。でも最近言い返すようになったよ。うん、あ、もこちゃんおやすみ。私をコントロールしないでって。うん、でも、マッキーマンの言うことは聞いた方がいいけど。難しい。あ、おやすみなさい、もこちゃんおやすみ。みんな寝るの？男はね、黙ってラーメン巡りだよね。そう、ラーメン巡りならわかるっす。どっちだよって何？いやね、言うことは聞いた方がいいけど、信じない方がいい。
見えないの。マキマにね、お金を預けなさいとか、銀行に入れなさいとか、ね、なんか、ゆうちょ貯金しときなさいとか。それはね、言われたことはした方がいいんだけど、マキマたまにね、おかしいこと言うんだよ。はいさ、ありがとう。背が低いやつは、あざといやつしかいないとか。あと、可愛くない人は、性格が悪いとか。そういうのをねじ込んでくるから、うん、太ってる人は詐欺師が多いとか、すんごい偏見だよね。すんごい偏見。背が低いやつは性格が悪い、根性が悪い、根性が悪い、うんうん、ねじ曲がってる、うん、可愛くない人は、可愛くない人は、うん、性格が悪い、子供の頃から、かわいいねって言われてないから、うん、ひがみが。性格もかわいくなくなる。うん、性格もかわいくなくなる。かわいい人は、かわいいかわいいって言われて育つから、うん、もう心もきれいになって、かわいくなる。うん、みたいな、うん。背が低い人は何で、なんで性格がねじ曲がってるの？背が低い人は、うん、女がそうなんだけど、うん、かなちゃんありがとう。人の男取ったりとか、うん、ブリックしたり。でも、エミリーさんあれだからね、そんな低くないのに、低くないのに、ね、かなちゃん友達って言いながら死んじゃっちゃったり、もちろんね、キャリーちゃん友達って言いながら、ナイスさんとチューしたり、くすぐらいだろ。うん。結構エミリさんも撮るからね、人のとか。うるせえんだよ！お腹いっぱい。エミリさん今日目が座ってるね、すごい。座ってるよ、本当に。あと何なんて言ったっけ、太ってる人は詐欺師が多い。どういうことそれは。うん。人の金だからバクバク食えちゃうってこと。あ、溢れた。本当だ。ニュースで出てた。ニュースで見た統計ってこと。ニュースで出てるお金を巻き取る人っていうのは、太ってる人が多いの。福岡で、ママ友で、わかるでしょ？ママ友のね、細い方と太い方があったじゃん。いたじゃん。太い方は合わなかったんだけど、うち細い方、こいつとすれ違ったからね。何の話だよ。で、うちの お姉ちゃん分がいるんだけど、あゆみさんって言うんだけど、あゆみさん、その、痩せてる方と、クロロ三つとも入ってない？背も大きくないし。ね？聞いてこの話。その親友、その友達。あゆみさん。ねえ、ダメって言ってんじゃん。あゆみさんが、リュウチル入ってたの。したら、その隣の部屋に、その人がいたんだって。痩せてる方。知ってる？福岡のママ友事件の。痩せてる方。で、子供亡くなったわけじゃん。なのに、ギャーってめっちゃ笑ったり、なんか、やっぱニュースに、ね、出てるから、差し入れとかめっちゃ多いんだって。差し入れとかめっちゃ多いんだって。で、なんかめっちゃ文句言ってたんだって。あいつまたくれないかな、みたいな。そう。だから、あゆみさんはもう、うるせえんだよってずっと言ってたんだって。もう隣うっせんだよ、みたいな。あゆみさんって誰？うちの姉ちゃんが、ルイジをしてる。ああ、ね、あれ、ね。絶対コメントしてきたりね、顔出しちゃダメだよ。あ、言われちゃうから、エミリーの友達。あ、これがあゆみさんか。見てるだけだと思う。絶対出てきちゃダメだよ。叩かれるよ。今見てるかな。あゆみさん。そうそうそう。で、そいつとうち、こうちとすれ違ったから。
自慢話なんうん、自慢話。ね、嫌われちゃうよ、そんな話してる。あいつやべえなって。で、結局実験何になったんだっけ。で、まあそれは置いといて。で、その、太ってる方は、ほら、お金巻き上げたでしょ。あと、なんかこう、男をこう、なんかもう一つの事件でさ、男をこう、何こう、結婚詐欺みたいなする人もめっちゃ太ってんじゃん。だから太ってる、めっちゃ太ってる人って詐欺師が多いってお母さん言ってた。いつかクロロも詐欺師になるって話これ。クロロ違うよ。ただ太ってるだけじゃん。詐欺師ではないんや。だってうちにライオン投げたり、服くれたりさ、心が優しいよ、クロロ。だから太ってて、なんかこう、金にがめつい人は気をつけな。パン気をつけてね。あー。エミリー、中のクリーム全部舐めたってことかよ。クリームほとんど なくなっちゃった。オレオは食べた。オレオ全部取ったってこと？うん。デイジー、エミ太郎酒飲んだの。うん。もう抜けてると思う。なんだ。ライオンじゃなくてレオン。いや、その、太ってる人がみんなってわけじゃないけど、多いよねってこと。うん。何倍なの？それ聞いてどうすんの？お医者さんかって。カラオケの後何があったの？一緒に中華食べに行って、新幹線で帰ろうかと思ったんだけど、なんでそんなの置いたがるんだよ。なんで奪い取るんだよ。この後ね、家族3人でお風呂入って寝ますよ。入ってくる。嘘。タバコ吸ってくる。ブー。めっちゃ食うもん。太っちゃうよ、エミリさんといると俺。うん、顔がパン、毎日本当に食いたいものをもう全力で頼んでるよね、ウーバーで。朝から、朝起きた瞬間から、一番ウーバーで何が食いたいか。大富豪だよ、ね。うん、大富豪で、なんかどうかわかんないけど、信じられないような生活をしてるよ。はい、先生、ありがとう。もう、三食、ウーバーで。でもさすがにチーズタッカンジョン飽きてきた。食費一食だって6000円と、今日、これのつけ麺だって、2500円とか2000円とかかかってるでしょ、これ。5000円ぐらいでしょ。これ、エミリさんの一食だからね。俺さっき、ね、太りたくないから、一人でうまかっちゃん食って終わりにしようと思ってたんで、今日はもううまかっちゃん食べて、ね、3、400カロリーで夜ご飯終わりって思ったんだよ。したらエミリさんが起きて、お腹すいた、なんかうち食べるっつって、一食で4000円ぐらい。いや、外でも高いよ。明日は東新宿食堂な。肉じゃがとか食べたい。いや、そのね、3963ね、全然、エミリさんの方がお金かかる。ね、なんなん？え、何よ。なんなん、お前。比べたろ、今。うん。あいつと。比べてない。あ？比べてない。サンキューブロックするんだってね。チェック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 顔気持ちの怖いかな。コメントばっか見て自分の顔見てキモかった。いや、飲んでない飲んでない。もうないじゃん。コメントが早くてよかった。デイジー、優しいだけの男はダメよ。え、ゲイなの？どういうこと？だから入ってないってタバコ吸ってきたんだって。
くのダメだよって。ダメじゃないだ、別に。なんでダメか、つらつら並べてよ。1位なんとかなんとか、2位なんとかなんとか。エミリさんね、機嫌悪いとめっちゃ怖いからね。今お腹いっぱいで機嫌悪い。お腹いっぱいでも機嫌悪くなるの。減ってても機嫌悪い。いっぱいでも機嫌悪い。いや、うん、最近水も増やしてきてる。配信中だけなんかの水、コーラ飲んじゃうね。わがままエミ。嬉しいの。わかんない。あ、最初、富士山ありがとう。富士山アラブの先呼びでゲストファンスの富士山がいないとやっていけない。ありがとうございます。富士山ではこうするようになったんだ。ポッチャスって言うんでしょ？これいや、わかんない。領域展開。ポッチャスはこうだから。そうね、領域展開。あ、おやすみなさい、富士山。歯が溶ける。何？歯が溶ける。内臓に負担。胃酸で食道が荒れて逆ストル性食道がんになる。髪の毛やってない、今。切る場所がない。エルはね、もおとなしいよ。やっと眠くなってきたね、ちょっとね。なんかね、眠そうだね。でもね、ちょっとベタっとしてるからね、お風呂に入ろうかね。ねえでね。眠そう、マジ。かわいい。かわいいね。エル。もうエミリさん、体はボロボロだよ、ほんと。いる単発したことない。あ、子供の頃っていうか、ね、あれだったけど。大人になってからしたことない。お風呂入って上がって体温下がったね、じゃあね。お風呂上がってミルクあげて、おねんねです。めんどくせえ。何が？昨日ぶりかな？コメント読んでくれるといいな。タイミングだよね、ちょっとね。なんか奇抜なこと書いたら結構読むよ、多分。アンチコメントみたいな。エミリーまた酒飲んだのとか、意外とそういう方が拾っちゃうからね。だって否定はしたいもん。やっとアンチたちが落ち着いてくれた。もうみんな寝てんだよ。寝るぞ。うん。お風呂入ります。じゃあ、すいませんけど。13人もいる人がいるじゃん。ナイスさんも誰もやってないじゃん。あ、高会長じゃないか、怖っ。2000円系。でもうちの方が多い。負けるか。もう誰もやってないじゃん。新やっちゃんもやってないでしょ。ナイスさんもやってないでしょ。なんでみんなもう勝手にお休みお休みって言ってんだよ。1時か。ってことはタイは時差はどんぐらいだっけ？ 1 時間だっけ？あやつさんやってるんだ。スイッチ？スザクのアクでやってる。やっちさんやってる。あの、これ新しいアカウントだからね。フォローしてない。友達がいないんだよね。新やっちょフォローして。今3時ってこと？あ、マイナス2時間。だからあっちでは12時とか11時なんだ。2人でプールしてる。楽しそう。よかったね、仲直りしてね。いや、ちょっとつまらない。ポージさっき話したんだよ。話すことないなと思って。寝るか？うん。明日の朝配信で、皆さんよかったら。ね、寝たいのにね、夜更かしいつもするからな。このまんま寝たいよ俺。じゃあうちがお風呂入れるわ。うわ、お風呂も入りたいし、ね、なんかベタベタしてるから眠い。朝8時いつも 3,4 時間しか寝ないでいくから辛いんだよね。エサダさんありがとう。明日雨、朝雨だよ。だって明日朝雨絶対嘘。
エミちゃんのウォーキングの話、新野鳥ルイジがいいって言うなら行こうかなって言ってたよ。いいだろ、やっちょさんも。沸かせたいだろ。みんなのエミリだから。うちはそんぐらい心広くならないとな。ほんとだ、雨だ。100% 雨だした。なんか雨多いね、最近。明日 100% 雨なら今からちょっとやっちゃおうかな。何を？俺の枠で？うん。なんか眠くなっちゃう。ミカエルありがとう。ミカエルね、なんか好き、うち。大天使ミカエル様、助けてくださいって言うとね、助けてくれるんだよ。眠くなっちゃうんだよな。大天使ガブリエル様、助けてくださいって言うと助けてくれるんだよ。大天使って本当にいるんだよ。何言ってるかわかんないけど。知ってる？うち何回も助けてもらった。ぐっすり寝たいな。知ってる？羊マーチデルデル。タロットとかじゃない。あ、ウリエルとかもね、いろんなね、天使がいるの。説得力ない。ツツジマーチは10キロと20キロ選べるの。で、天使っていうのも本当にいるんだよ。天使さん、ありがとうございます。助けてくださいって言えばね、心の中でもいいんだよ。そしたら来るから。見えるときは見える。キラキラしてる。エミ10キロ。私もそういうの信じない。信じるものはね、救われるんだよ。神様はね、自分なんだよ。超怖いから、大丈夫？あのね、神社に神様っているじゃん。ね。で、参拝するじゃん。そしたら奥に何が見えると思う？鏡があるんだよ。鏡でしょ？鏡。鏡の側、我って書くんだよ。我を取ったら神なんだよ。だから、自分自身。なんでエミ太郎に天使は来ないの？最近呼んでない。本当に辛い時に呼ぶ。うん。で、あ、ここにいるんだと思って幸せな気持ちになる。で、たまにキラキラって見える時がある。こう。キラキラって。俺今から天使呼んでいい？あの絵本は熊野は、そういう刑事施設で頼むときにね、新聞紙でこう見るんだよ。新聞紙で大ベストセラー。スウェーデンで大ベスト、うち不眠症で、そう刑事施設にいるとき、で、処方してもらえなかったんだよ。くださいって言っても、あなたダメです、みたいな。だから、寝かしつけ、完全にこれを読めば寝れる、みたいな。絵本とは書いてなかったんだよ。スウェーデンで大ベストレスセラーみたいな。お、これ買おう、これで寝ようと思って買ったらあの絵本が来たんだよ。ってこと。で、なんかそれをディノ君ママがくれた本売り上がってとか、ちげえしみたいな。あれ、売れたんだよ、確か。後ろに天使いる。天使です。ミカエルって呼んで。ルイエル。ルイエル。エルしか入ってない。ルイは入ってない。もう眠いね、ほんと。でもほんとに助けに来てくれたからね、退院したとき。
きかどうかは別として大切に思ってくれてるのは伝わった。寝よう、もう。もう寝よう。いや、お風呂入ろう。皆さん、寝ますんで、よかったら、明日、起きたらすぐ福岡に帰りますので。JML さん、ありがとう。新幹線代ください。お願いします。DJ 優しいから違う。新幹線代ください、明日。天使の中で一番強いのは、大天使、ガブリエル。リョータやっちまうか。ちょっと最近ちょっと呼んでなくてちょっとわかんない。リョータに言っとけよ。ルイージが呼んでるぞってよ。逃げんなよって。ルシファーは逆。リョータに言っとけ。ルイージが呼んでるぞって言っとけよ。ビビってんじゃねえぞって。天使によって、あれが違う。効能、こう、なんかこう、特徴が違うから。あ、大天使ラファエルもある。そう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 。ウリエルとか、そうそうそう。アミカエル様。アミカエルさんありがとう。ルシファーは悪魔じゃないっけ？なんかね、ミカエルが落ちたんだよ。打天使になったの。天使から落ちたの。で、ルシファーになったの？そうだよ。ねえ。俺の見た漫画の話だとそう。打天使、打天使。あと、普通に天使も呼べるからね。みんな呼んでみて、今日。天使さん、今から寝ます。ぐっすり眠させてくださいって言ってみてごらん。天使はもう誰のとこでも来てくれる。だって天使だもん。うち見たことある天使。もうわけわかんないがいいよ、もう寝るぞ。もう入っちゃったからゾーン、エミリさん。なんか安定剤飲んで変な方行っちゃったのかなと思われちゃうよ。ね。本当だもん。うん。で、雲見てたら、うん、声が聞こえたこともある。雲から。大丈夫。その時お母さんに、すごいなんか、熱演された。エミリー、何にもいないよって。うん、いないもん。うん。キツネも見えたことあるだろ？キツネはいたの！うん。キツネはいたから、お母さん、キツネ見えるところに、あれ貼ったんだから。お母さんも見えてたってこと？お母さん見て、ここにキツネが、いるんだって。いつも壁に現れるのって。したら、こうポスター貼ってくれたの。今は外れてる。もう見えないから。その時は信じてくれた。で、甲羅大社にお祓いも行ったでしょ？裁判官、以上です。なんて言えば天使が来てくれる。天使さん、来てください。私は今から寝ます。いい夢見させてください。って言って、民剤飲むと悪夢見ちゃうんだって。って言えば、いいから。絶対来てくれるんだよ。天使はどこにでもいるから。見えないだけで。パワーストーン、これ努力が実る。パワーストーン。努力何してんだよ、お前。ん？なんか努力してるか、最近。朝。あやともさんくれたやつ。なんか努力してるか？朝起きて、ウーバー頼んで。昼になって、ウーバー頼んで。夜になって。ウーバー頼んで配信頑張ってる。毎日福岡帰るって言って新幹線詐欺してなんか努力してるかお前は。配信を頑張ってる、うん、なんか目標作んないと頑張れないんじゃないか。わかる？目標は辻マーチ。わかります皆さん。なんか、目標があって、それに向かって、行かないと、努力ってできないよね。頑張るってできなくない？何にも目標がない。何にもね、決めてないのに、頑張ってるって、何を頑張ってるのかなってなっちゃうから。じゃあ目標決めた。目標決めた？何？幸せの家庭を築く。そのためにはどうするんだ、まず。ルイージに、求愛して、うん。うん妊娠して、うん、美代子さん味方に入れて、うん、ひろしさんも味方に入れて、うん、お願いって言っ
て、うん、周りから固めていくってこと。ポージーにも手伝ってもらって、でもエミリさん多分ね、人の友達とかとそういうこと平気でする人だから、ポージーと仲良くなって、ポージーともなんか変なことしそうだね。エミリって結構人の、友達とか平気で食っていくタイプだから、ポージーと仲良くなったら、ポージー結構行っちゃうと思うんだよね。どうだろう。押し倒すタイプだから。いや、ちょっと。ポージーも背低いぞ、だって。ん？ポージー背低いぞ。背低い人好きなんだよ。秘密ねって言ってするかもしれない。あんまり結婚してくれなかった。まあ、後でそれの感想教えて。エミリーさんって絶対した後ね、あれの、レビューすんだよ。俺と一緒なんだよ。エミリーさんって結構レビュー枠するから、ポージのレビューはちょっと気になる。なんかすごいガツガツしてたとか。実はすんごいちっちゃいとか。しーしーしー。しーしーしー。リーズがいい。オンリーユー。ポージーだけに、ポージーだったよみたいな。よくわかんないけど。ね、ポージーのレビュー聞きたいね。なんつったって中身が好きなんだよね。いや、みんな俺に寄ってくるんだ、外見だけっていう。エミリだけ、エミリだけだよ。俺のね、内面を好きっていう人。みんな俺の顔が好きってやっていくんだから。それはね、遊ばれてるよ。うん。顔がかっこいいって言って、みんな顔でやってくる。あのね、こん前ね、近藤組長が番号で電話してきて、言ったかな？その時も、めっちゃ言われたらバリ雑言。誰かもわかんないから、うち怖くて、昔の8933系かなとか思って、怖いって思ってたら、いきなり電話取って、なんだよって言ったから、そういうところ好き。守ってくれるの、うち。いや、面白かったからね、いじったやつ。なんか、おい、エミリー。おい、エミリー。俺のこと誰だかわかるか。おい、エミリー。ほら。男好きが、おい、男好きが、みたいな、なんか、すげえオラついて電話かかってきた、いきなり。え、誰誰って言って、電話かかってきて、誰誰って言って、いきなり電話かかってきたって言って、番号でって言って、とりあえず出てみって言って。いきなりそんな、おい、エミリーってかかってきて。そう。で、なんか、オラオラ系で、ちょっと面白かったから、おめえ誰だよ。おい。こっち系がと。おめえが誰だよ、つって。ちょっと、こう、煽り倒して喧嘩し、口喧嘩したら、あ、俺、ルイージ、俺、近藤組長、みたいな、近藤って言って、今配信中だから、みたいな。やばくない？マジ嫌い、うん、近藤組長。エミリさん本当に考えたから、誰だっけ？誰だ、こんな人いたかな？いろんな男の人か、駆け巡ってたから、誰だかな？みたいな。ワンチャン票、あると思った。うん。誰だよ、ひょうってなんだよ。え？ああ名前で呼ばないだろ。一度か二度ね、ちょっと変なの買った人が、変なの買っただけの人が、エミリーって言ってこないだろ。仲良くしてた時もあるんだろう、近藤組長。いや、ない。ないだろ。詩人逮捕されたんだって、うち。一方的にあっちが絡んでくるだけで。取り押さえました。通報されて、連れてかれて。絶対ドア開けないの。で、うち話じゃ逃げて。自殺点なぜかバッグ預けて。私で、なんかでっかいトラックの周りこう、走ってたんだよ。私服警察官とこうやって。で、こうやってばったりやって、ああ、みたいな。観念した？観念した。
あ、終わったと思った。あの時の自殺がかっこよかったね。マリオもゼロワンもよ、敵だったのによ。うん、ゼロワンとそれなんと慣れ合っただろ。俺、あれからゼロワンさんとも一切関わってないもんね。関わら、なんか仲良くしないもんね。ちょっと時系列がわかんない。何のきっかけで付き合った？だからルイジさんが言って言った配信者以外とは関わらない方がいい。これも。いや、そんなことない。俺、敵視、全員敵視してるから。誰もいないってこと。誰もいなくなる。ポージーぐらいかな。嗅覚は鋭い。いやね、いい人なんていないんだよ、なかなか世の中。だってさ、深夜中だってエミリさんのことさ、まあね、エミリさんからしたらいろいろ恩があるかもしんないけど、ね、シキさんとかいろんな人に知り合わせてくれて恩があるかもしんないけど、どう考えても深夜中だってエミリさんのこと数字としか思ってないじゃん。閲覧としか思ってないじゃん。だから深夜中もね、難しいでしょ。シキさんもそうじゃん。エミリさんのことなんだかんだでさ、ね、妹のように思ってるって言ってても、結局エミリさんが育ってきて、ちょっとシキさんを脅かしたらさ、いきなり下げるじゃん。誰が？シキさんも。うん、で、最近ね、なんか、ゆかりとスザクがさ、いきなり関わってきたんだけど、あの二人って裏でなんか繋がってて、いきなり俺らのことをね、こう、ゆかりが俺に来たと思ったら、で、スザクも俺に懐いてきたと思ったら、急にさ、エミリさんにスザクは乗り換えるしさ、なんかこう、二人でなんか、こう、なんかこう、とっかえとっかえして遊んでるみたいなさ、そう。だから配信界隈って本当利用しようとして怖い人いっぱいいるから、俺は勘ぐっちゃうから、俺は避けるんだけど、けど、エミリさんって誰と、ね、関わっても、モンスターだから吸い取っちゃうの。何を？エミリさん、なんか新野鳥と関わったら、新野鳥リスナー吸収して強くなるし、四季さんと関わったら四季さん吸収して強くなるし、スザクとか、多分、ゆかりとかとコラボしても、結局吸い取っちゃうんだよ、エミリさんは。だから、エミリさんは意外と、利用されるけど、で、ちょこっとエミリさんが泣くかもしんないけど、結局リスナーを吸い取ったり、アンチを吸い取るから、エミリさんはでかくなれるの。だけど、俺は、ね、なんか、エミリさんがそう、利用されるのも嫌だから、俺は関わってほしくないなと思う時あるんだけど、寝ちゃった。起きたらお風呂だ。これエミリは魅力があるのかわかんないけど吸収するからね、そうすごいよね。で唯一エミリさんと一緒にいて得があったのなんだろう。クロロ。利用しない、まあ利用になっちゃうかもしれないけど、ウサマは結構一瞬あれだよね。エミリさんのおかげでちょっと閲覧増えたのに、離れたらやっぱな何も残らなかったね。今日ね、焼け野原になったね。誰かの配信見て終わったら、ウサマの枠が勝手に流れたの。260人ぐらいだった。まあそれでも、あのウサマがさ、多分 TikTok 始めたら10人、20人なのに、200人も残ればだいぶいい方だよね。まあこっからどんどん下がっていっちゃうかもしんないけど、まあでも100人とか50人ぐらいは残るじゃん、どんなに下がっても。うん。TikTok なんて超可愛い子でもさ、ね、10人とか20人とか30人とかぐらいしかいないね、女の子なんてザラにいるんだから。でもそれでもバトル強いってなんかすごいよね、と思う。だから、ガチ恋だけ大切にしてるんだから他いらないんだと思うよ。100人大事にしてたらさ、何々さんいるとかなんか言ってるもんね。100人ね、大事にしてたら、100人と連絡取ってたら超大変だから、やっぱりね、大事にしてギフトだけ投げてくれて、常に連絡取れる人は10人ぐらいがいいんじゃない？いつもメッセージありがとう、長文で書いてる方。ごめんね、うち、文章書くの苦手で、手紙は得意なんだけど、文章書くの苦手で、でもちゃんと見てるから。すごい長文でね、くださるの。ありがとうございます。俺ってね、いや、最高なんか信用できない、あんなのバトル教じゃん。金のことしか考えてねえよ、最高は。
寒い。あのね、ミニモニテレフォン、うん、ディンディンディン。難しいよな、意外と。人を信用するとかさ、なんかいい人を探すって難しいよな。わかんない、みんな TikTok やもん。誰がなんかふわっち配信者かどうかのもよくわかんない。だから俺本当に、ポージー以外はちょっと怖いね、今のところ。もうエル寝るかもしれん、これ。朝まで。クロロはさ、なんか、エミリさん以外の女全員さ、なんか知んないけど見下してるよな。だってうちら友達だもん。クロロなんか好きなんだよね。まあ、別に謝る必要ないと思うけどね。なんか、あれでしょ、ミーさんも、なんかあの、マキマさんと同じでさ、なんかあの、見る角度が違うだけで。なんで林村一家にキタピタ明日ナイスのところに行くか、エミタル気をつけて。なんでうちが気をつけるの？関係ないでしょ。なんか、あの、マキマさんもそうだけど、見る角度が違うだけで、エミリさんを守ろうと思ってんのは一緒だから、まあ、戦っちゃうのはしょうがないね。お互いに言い合っちゃうもんね。マキマさんともそうだけど。誰と誰？マキマさんと誰？エミ？うん。いや、俺。なんか、マキマさんからしたら、なんでルイージはね、エミリのこと大事にできないの？なんか、そんな男やめちまえってなるけど、俺からしたら、なんでマキマさんエミの親なんだから、もうちょっとエミのことをこう、ね、うまくこう、ね、なんか人生うまくいく方にこう転がしてくんないのかなってこう、お互い喧嘩になっちゃうし、ミーさんも一緒なんだよ。ね、そんなにね、お母さんって言ってんだったら、もうちょっとなんか、うさまなんかね、やめさせろよとかさ、ね、なんか、ゆいがさんとかさ、なんか、新やっちょとか話せよとかさ、そんなにさ、ね、なんて言うんだろう、エミリーのことコントロールしてるとかさ、お母さんだと思ってるくらい頑張ってんならさ、とかこう言い合いになっちゃうよね、なんか一つ言っていい？うん、そのお母さんが、うちが入院してる時にお見舞い来てくれた時にすごい反対されたの、うん、ルイージが来てくれるかもしれないんだって言ったら、うん、はっみたいな、でなんかすごい言い合いになったんだけど、うん、あのうちもともと過去になんか、うん、やってはいけないことをやったりしてて、うん、今もね、今はしてないんだけど、うん、でそれのせいでお母さんはあの家族会っていうところに入ったんだよ、うん、お母さんも辛かったから、うん、娘がそうなってボロボロになったから、うん、家族会に入って、でそこの家族会で何を学ぶかというと、あの親は親の人生、まあ、軽い宗教みたいなね、うん、親は親の人生、娘子供は子供の人生。そこに、あの、介入しちゃダメなの。もう、突き放すみたいな。絶対ダメだ、その家族会。で、お母さんそれ徹底して、うちが刑事施設に入った時も、手紙も一通しか。今もやってるし、そこになんかお金も寄付してるらしい。一通もくれないぐらい、うちのこと、うん、お母さんも苦しい思いしながら突き放してくれてたのね。うん、うちのために。なのかわかんないけど、それを学んだのに、その、今回のことを、ダメって言ってくるのはお母さん、それは、それ違うんじゃないって。これも、うちの人生だし、みたいな。したらお母さんは、確かにそうだねって言ってくれた。あんたが決めることだね。お前は本当に人の言うこと絶対聞かないもんな、本当。悲しいよ。どうする？ベビ太郎がさ、ね、うん、俺みたいなやつに惚れちゃって、うん、ね、うん、あの泣きながらいつもね、女癖悪い男に捕まって、うん、ね、妊娠させられちゃって、うん、捨てられちゃって、それでもまたなんか、ベビ太郎が会いたいその人にって言ったら合わせるの。いや、ひどいことされたら、それはうちはその人に、うん、あの、文句なり言いに行くけど、うん、それでもエルが選んだ人なら、
いいの、どんなに不幸になってもその人へ、いいの。止めはしない。私の人生なんだから、ええやんって言って。止めはしないけど、何かあったら連絡しなさいっていう。70の変なね。すぐに連絡しなさいって。70のずっとコンペイトをくれるおじさんと付き合っててもいいの。コンペイト？うん。何それ。70歳のコンペイトをくれるおじさんいたでしょ、エミリさん付き合ってる。コンペイトおじさん付き合ってる。このコンペイト美味しいよっつってこうやって、コンペイトばっかくれるおじさんと付き合ってもいいの。口の周りすんごいぞ、クリームが。硬。ワッフルのクリームすんごいわ。だろ？それは止めるよ。止めるだろ、うん、止めないとダメなんだよ。っていうか、うん、うちがそういうことしてきたから。俺は絶対Lの人生全部俺がコントロールする。俺のレールで生きていかせる。あのね、人が話するとき遮らないで。わかった、うん。うちがそういうことして怖い思いもしたから、うん、うちは怖さを教えれるんだよ。うん、こういうことしたら、こうなるんだよって、うんうん。ダメだよ。そういうことは、法律で危険だからダメだよ。って終わりじゃないの。こういうことしたら、こうなって、こうなるんだよ、うん。こうなるんだよって、教えれるから、うん。人体実験ってこと？エミリーさん、私を使った。だから、それは、うん、まあね。お酒だって絶対止めるし、もうこんなになっちゃうよって言って。タバコも絶対止めちゃう。こんなになっちゃうよって言って。絶対俺は止めるね。やっぱり、いい親ってさ、いい親って子供の才能を磨いてあげれるんだよ。いい親ってさ、なんかね、絵が上手かったら、絵上手いね、絵すごい才能あるよ、絵描きになった方がいいんじゃない、絵の勉強もうちょっとした方がいいんじゃないとかさ、好きでさ、その子が好きで伸びるのを見つけてあげれるよね。それをうまくこう、ね、男の人もさ、ね、ああいう男の人よりこういう男の人がいいんじゃないとかさ、まあいいんじゃない？だからその、ワンコさんはワンコさんでさ、守ってるつもりで守ってればいいんじゃない？ただそれがずれてた時、責任取れんのって話。結局さ、ワンコさんってさ、他人なわけじゃん。一生エミリさんのことさ、ね、面倒見れるわけじゃないわけじゃん。なんか、ワンコさんがね、正論言ってると思って、ね、エミリさんの人生にすんげえ介入してきてさ、結局、ワンコさんのさ、ね、ワンコってんだね。ね、なんか、ワンコがね、例えばルイジャンってやめとけ、ルイジャンって浮気ばっかしてやめろって言ってさ、結局エミリさんがその後ずっと一人身で寂しい思いしたらさ、そんなこと言わなかったよ。いやでも違う、例えばの話ね、うん、そう、人生を背負えないわけじゃん。所詮配信なんだからちょうどいい距離感は大事だよって俺は思うけどね。そうそう、キヨさん、そうで、あとお母さんもう一つ言ってたのがメガネって言ってた。何？うさまさんと初めてお母さんが会った時に、ちょっと目が怖かったって言ってた。うさまの目が？うんうん。なんかうさまってこう喋ってる時こう、俺もたまにあるんだけど、こうなんか、焦点がずれ、なんかこう、どこ見て喋ってるのかわかんない時あるの、こう。誇張しすぎ。うん、こういう時のうさまってなんかずっと、なんか喋ってる。わかる？こうなってるよね。そう、なんか、うちはいい人だよって言ってたんだよ、その時、お母さん。うさまさん、いい人だったでしょって言ったら、いや、でも、ゆいがさんの悪口ばっかり言ったよ。まあでも、まあ、それはわかるよ、なんか。悪口しか言ってなかったよ、なんか。いや、気持ち相手んだからね。シャシとかと違うんだよ、多分。なんかこう。悪口言われて、なんか、お酒まずかったよって言ってた、お母さん。その時はね、その。いや、結構、その時は。見抜いてるわけじゃないから、マキマさんも結構人のことディスりまくるから。おい！マキマさんが誰かを褒めてるとこ聞いたことないね、俺。あんまりうちの母さんのこと悪く言わないでよ。敵だから、俺の。あ、いざぶっかありがとう。ありがとう。優しいところもあるよ、うちのお母さん。強いところもあるし、優しいところもあるよ。ほんとだよ。でもしょうがないよな。なんか、結果さ、エミリさんのさ、自己責任なんだよ。
結果ね、一番悪いのはエミリさんだし、すべてエミリさんの自己責任なんだけど、けど、やっぱり、本当にエミリさんのことを大切に思っている人だとしたら、やっぱり、エミリさんを育てた、ルイージがマキマディするからマサオになんねん。どういうこと？マサオになるってことボーン、俺マサオってもう二重人格になるってこと俺がマキマさんをディスりまくる。おったま、変身しながら。ダーンって。俺もマサオ。マサオ。今からルイージをこの SNS という武器を使ってディスるって言って。なんて言われたんだっけ、マサオに。ちっちゃい男だなぁ、みたいな。男のくせにネチネチぐちぐち嫌がってよ、みたいな。別れちまえ、そんな男、っつって。うん、ずーっと書かれた、マサオに。隣の部屋からマサオが俺のこと。隣の部屋から俺のことディスってた。おもろいでしょ、うちのお母さん。ちょっと変人なんだよ。いや、あんまりコーラね、控えてんだけど、ね、飲んじゃうね。飲んじゃう。目の前にあるから。美味しいんだよ、やっぱりコーラって。うちのお母さんのことも可愛がって、みんな。もちろん、ケンジ君の美代子さん、ママも、ね、素晴らしいお母さんだけど。違うんだよ。わかるでしょ、エミも。ん？結局、なんか、俺らの、なんか、神様っていうか、俺らを作ったのってお母さんたちじゃん。うん。あの、お父さんもいれば俺らあれなんだろうか、俺らお父さんいないからさ。だから、結局、エミもさ、ね、俺のことさ、ディスりたい時の、究極の、俺にぶつけられない時って、もう、お母さんがこんな子甘やかしたからとかさ、そうなっちゃうでしょ？わかる？お前のせいだよ。そう、だろって言っちゃった。そう、だから、お前の育て方よ。そう、お前の育て方がいけねえんだよとか、美代子のね、甘やかしすぎなんだよとか言うんだよ。俺もそうだから。マキマ、お前がこんな子に育てたから、もっと見てやれよ、面倒、みたいな。そうなっちゃうんだよね、だから。しょうがないよ。全部俺らのせいなんだよ。自己責任なんだけど。最終的にきつくのはなんか。そう、最終的に俺はマキマに当たるし、エミリさんもミヨコに当たるんだよ。もうゆかりの枠見とけよ、ずっとゆかり見てんならよ。もう興味ねえんだよ、ゆかりなんてよ。やったやったじゃないよ。あ、バンナル。なんでムッちゃん、ルイージ教えてってなんで、なんでも教えるよ。むっちゃんどうした？巻きますっていうのはうちの母親。うちのお母さんね、どうなんだろうね。男好きなところ見たことない。みよこさん、えみたおちゃんのこと好きそう。え、みたおちゃん。どうだろうね。むっちゃんって男。話しやすい。あればいいじゃん、女でしょ。えみりさんが、俺に。話しやすいし、なんか癒される。お母さん。でも、うちのお母さん、接客業やってたから、結構さ、意外と仲良くできたぜ、誰とでも。うん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 。あの、ほら、シャーシャー、シンシャーみたいな人が来てたじゃん。朝ごはん作った時。あの、ケンジ君の。ああ、外国のことね。なんだっけ、パスキスタン人。うん。で、その時もご飯出してたじゃん。あと DM ちょうだい。うん、で、その時に、あの、早く食べりって言われてたんだけど、うん、いや、ケンジ君来てからじゃないと言うと、みんなに怒られるし、とか言ってたら、うん、じゃあ私も一緒食べるけ、一緒食べよう、みたいな。うん、なんかその時、嬉しいなと思った、うん。一緒に食べながら話してて。俺がパキスタン人とやりとりしてる最中？そうそうそう。お母さん笑ってた？そうそう、戻ればいいのにねって言ってくれたのもめっちゃ嬉しかった。どうしたの？むっちゃん、上がってくれば。女子高生なんだけど、ね、エミに会いたいんだって。だけど、なぜか知んないけど、ね、ルイジさん聞いてくんないって俺に話しかけた。女子高生なの？うん。女子高生か。鉛筆転がすから笑ってくれる？ってこと？まあ、後で DM ちょうだい、むっちゃん。
鉛筆はなんか、お箸転がすから笑って解散みたいな。あ、箸か。高校生は寝なさい。反応なし。もう多分ぐっすり9時までだよ。もうお風呂入ってきな。もう寝よ。それ言うなら橋に、ね、2人入るかじゃ。歌？なんか食え、ニトは。俺に頼んじゃね。なんかたまにおかしくなるよね、うちらのコメント。じゃあ皆さん、寝ますんで。明日は雨なのかな、本当に。明日は朝ごはん食べ行きます。いつもじゃねえか。ウーバー行ったり、食べ行ったり、ウーバー行ったり、食べ行ったり。飯のことしか考えてないよな。うん。キヨさん、ありがとう。おやすみ。みんなありがとう。おやすみ。あ、ナミちゃん、おやすみ。ありがとう。ありがとう、みんな。一緒入るお風呂。ドボンする。まあ、別々でもいいし。と、うん、いうことで、皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。また明日。ありがとうございました。